見せたかったのがこの木彫のパペットを使ったストップモーションっていうのがいかにかっこいいのかっていうのと、あとそれでできる限界ギリギリのそのアクションっていうか、やっぱりジャパニメーション×ストップモーションみたいなことを狙いたかったんで、まあ、実在したかどうかわからない伝説のまあ木彫職人というか大工っていうかっていう人がいて、眠り猫とかそういう猫頭飾の、彫刻が残ってたりするんだけど、でもなんか他の場所で数百年離れた時間が経ってるんだけど、甚五郎の作と言われてるものもあったりして、絶対同じやつじゃないじゃんみたいな話なんですけど、そのミステリアスな感じが面白い。その左甚五郎っていう人自身が結構落語とか講談とかでいっぱいそのお話が残ってるんですけど、ネズミを掘ったらまあそれが命を吹き込まれて実際に動き始めて、それでそのただで止めてくれた宿屋が儲かるみたいなお話とか、それって結構コマ撮り その命のない人形を動かして映像で見るとそれが生きてるかのように見えるっていう、そことすごくなんかこう連動するものがあるなと思って、あ、じゃあ例えば左甚五郎の物語を甚五郎が実際に彫ってたような木彫りのコマ撮りで撮影できたら、なんかちょっと新しい世界が作れるんじゃないかと。あんまり木彫りの人形でコマ撮りする事例って少なくて、まあ、なんでかというと大変だからなんですけどとか、木彫りで手作業で作ってるからこう複数体作るのめっちゃ大変とかあったんですけど、そこあえて逃げずに本当にその甚五郎っていう木彫り職人の話を木彫りの人形で見せるっていうのをすると、その僕がよく自分の作品で意識することなんですけど、その映像手法自体が結構そのキャラクターのテーマ性に沿うというか、なんかその世界観を強化してくれるんじゃないかなと。最初は撮影するかしないかも決まってなくて、でもそのプロットだけのでこう売り込みに行ったとしても結構イメージが多分つかないだろうから、やっぱりこれは自分たちでお金を出し合って、まずパイロットフィルムと呼ばれるその完成品ではなくて、まあ実験的にその映像化したい部分の一部を凝縮したようなものをまあ撮影して、最終的に2時間の映画とかその10分15分のかける10話みたいなシリーズにするっていうのを目指しましょうって言って動き始めたっていうのが最初だったんですね。六角は必要です。木で作ってるよっていうのを出したい出したいと思っている人間と、木で作った人形なんだよ、だから木くずで血が出るんだっていう、こう、メタフィクションな部分を大事にしている企画とはすごく最初から相性が良くて、木であることを隠さない、むしろ主張するっていうのは最初からあったんで、なんとなくこの人形のコンセプト自体はどうやって作ってるか分かることの面白さっていうのがあっていて、例えばアニメーションは動くはずのないものがすごい動きをするとか、動かないはずのものが動くっていう面白さがあるんだけれども、そこをブラックボックスで、はい、動かないはずのものが動いたよっていうよりは、なんかもうちょっとこうやって動かしてんだとか、こう何か動いてる理由とかね、そういうのを感じながら見る面白さっていうのがあって、これがちょっとこう、この見方が面白いんじゃないかなって思っているんですよね。断面は木っていうのが今回初めてここで明かされる。そうです、はい、縦の時ってどうするの？それは縦は一体を本当に切って埋めるらしいです。あ、やるんですね。最後に一体をお腹に乗せます。書き溜めてたメモとかをベースに、多分こういうキャラでこう腕がなんか義手ででっかくてガチョンってなんか猫がちょこんって道具箱に乗っててみたいな、まあ、そのぐらいのこう雑なふんわりとしたものを結構その八代さんとあと一緒にディレクターをやってください小川さんと一緒にこうスケッチに起こしながら徐々にこうイメージを固めていって、でそこから僕らチームの中では八代化って呼んでる現象が起きるんですけど、じゃあ八代さんお願いしますっていうと、その絵をまあ守りつつ無視して八代さんがもう木を掘り始めるんですよね。で掘りながら粘土をいじりながら造形をもう立体的に作っていって、そこでどんどんこうキャラデザが進化していくというか、こういう
木の関節みたいなのを使った場合、多分今までのアニメーションの方法で動かしていけないので、これは大きくアニメーターの負担になっていくだろうと思ったんですけれども、割と稲積さんがそれを前向きに捉えてくれて、まあ、基本的にはこれ今回の人形足で立ってるというよりはもう腰を別の機械でこう重量を支えて、足は成り行きでちょっとついていかせてるだけなんですけども、まあ、そのやり方を比較的もこういう模型を作ってる段階でいけるよと、やってみようじゃないかっていうムードになってたのが、まあ、今回の人形がちょっとこんな形でいけた流れになりますね。丸い目玉に、1本実は貫通してないんですけど、ちょっと穴を開けてまして、でそこに針とかピンみたいなのをキュッと刺してると、これ全体をこう回せるようにしてあげると、結構ちっちゃい部分ですけど重要です。物を取るぞって言った時にちょっとこう目線が先に行くか後に行くかとかで結構演技の違いも出てくるし、割と目は重要ですね。だから先曲がりピンを、はい、ちゃんと重心そのまま回すような感じで力入れれれば、うん、多分問題なく、うん、いい感じです。もうだいぶもうだいぶいいです。もちろんアクションもののコマ撮りって、まあ、僕も初体験でしたし、コマ撮り業界的には日本の業界的にはあんまり見たことないものなので、まあ、そういったものを撮るにあたって、まあ、セルアニメのような、まあ、動きっていうのを、まあ、コマ撮りに掛け合わせたいなっていうのはすごく思ったっていうのがあるので、理想となるレイアウト、レンズに対して広角レンズに対してここにキャラクターが入る、こういうポージングをする、こういう風に見えるみたいなものを、まあ、作りたいなと思ったので、チェーンソーがもうレンズに当たってるみたいなところをやったりとかやるんです。でそれは実写ではできないじゃないですか。ストップモーションのカメラをついてどれだけ俳優に寄ろうが俳優に怒られない、でそれが利点だなと。いろんな人にテスト撮影を見ていただいて、で今回の本番の撮影の、まあ、上がりみたいなのをみんなで見たりする中でのこうなんだろう、テンションの上がり方ってやっぱりそれはもう正しい方向なんだなって、まあ、みんながやってこなかっただけで本当に、まあ、ブルーオーシャンが広がってる世界なんだなと思いましたね。かっこいい、さすが動き人形だ。この人形の持ってるポテンシャルというのが今まで触ってきた人形にはないものがものすごくあって、とにかくそれを引き出すのがものすごく楽しかったですね。確かこんだけあれば十分、うんうん、あ了解です。そのつもりで見ておくと、でもだとするとアクションなおさらちょっと掴むところもやれるのであれば、どのくらいからいくの？もうでも手はかけてて握るって感じですかね。キャラクター像みたいなのはなんとなくもう川村さんの方でも最初になんかあって、まあ、なんか俺もそんな感じがいいなと思ってたので、そこのキャラクター像みたいなのはあんまり変わらずに、まあ年齢みたいな感じの設定がちょっと変わった感じですかね。最初に描いてた方がもうちょっと若かったんですけど、でっかい大男で寡黙でな復讐者みたいなぐらいだったと思いますね。最初はパイロット用のプロット、お話のプロットみたいなのを川村さんが書いてくれてて、でそれがまあ普通に読んだだけで明らかに長いなって思ったんですけど、プロットの中からどっかを選んでパイロット用のコンテを書くっていうのもなんだなと思ったんで、一回頭からお尻までなんとなくこう流れをつかもうと思って漫画みたいなものを書いたりして、そんで見てみたらまあ確かに長いねみたいなことで、結構そっからもう徐々に徐々に削っていって、最終的に本当に
核の部分だけが残ったっていう感じですね。そうしてもらえると多分箱がいい感じに入ってきて、箱フォローじゃないけど、ジンさんの家紋がちょっと家紋が入ってくると、ね、ここら辺がいまいちだからちょっと半端になっちゃってね、結構アニメーターにとってしんどい人形にはなってるなって思ってたんで、なんかそこになんか答えてくれるというか、なんか頑張ってくれる人みたいなまあなのですげえ苦労はかけたと思うんですが、岡田さんにはなんかでもそういうすげえガッツがある人だなって思ってたんで、そういう意味でお願いしましたね。まあ大変だろうけど、まあできなくはないなというふうに思って始めたんですけど、実際始めたらもう自分の思ったよりの数倍大変で、でいやこれちょっと終わるのかなっていうのが正直、序盤はずっとドキドキしながら撮ってましたね。そうなんです、これあのタングステン線っていう 0.05 ミリの太さのまあ針金みたいなものですね。そうなんですよこれは映らないためのものですから伝統的に昔から日本のコマ撮りで使われている素材です。ジンゴロウの手首があの磁石でつながってるんだよ、これこんな感じで。だからあのまあ自在には動くんですけど保持力がないんで、ちょっと何か持つとすぐカクンって下がっちゃうんで、ああいうちょっとしたあの支えが必要になってるんですよ。これがあの本物のあのノコギリ使ってそれをこの大きさにカットして作ってるんで、大きさの割にはまあちょっと重たいんですよね。まあ力入れると普通に違うにくいってなるけど、でもそうするとやっぱ歯を見せたいなという。基本的にこのセットはあのドラマパートというか会話があって、であとはまあ道具箱を下ろしたりとか、そういう結構日常的な動きとかがいろいろあるんで、ジンゴロウとかそのそういうキャラの日常的な側面ですよね。こっちの方で撮るのあの稲積さんの方で撮っていたもう本当にアクションに入り込んだようなものではなくて、だからそういうところでその普段の姿みたいなのはどういう感じなのかなっていうのは意識してやっているのと、あとはそのやっぱりアクションシーンと世界観が全然違うとはいえ、あの一つの作品なんでバランスを取るのにどうしたらいいんだろうなっていうところでは悩みつつ、でもとにかくかっこいい絵をかっこいいポーズを心がけてやっていたので、まあそこら辺では道具箱担いでるジンゴロウとかそこら辺はあのうまく撮れたんじゃないかなと思いますね。うわかっこいい、めっちゃそうぽい、ここでって戻るまあ本当の江戸時代から建っていた蔵の床材とかを今回使ってるんですけど、もうそういう匂いがするやっぱりディティールが一枚一枚にあって、だそこがやっぱり美術に匂いがするって言われたゆえんかなというか、コマ撮りは実物を使って実物を動かして実物のセットで撮っているんだから、その実物の良さが出る、絵作りに最終的にはなってほしいなと思ってるんですよ。だそういう点でそのちょっとブリーチバイパスっぽいというか、物の木のバサバサ感とか、まあ、藁のバサバサ感とか、ジンゴロウさんの布の質感とか、そういうところが立ってくるといいなって思ってるし、そうなるんじゃないかなって思ってるし、今撮れ高の中ではそれが十分見えている。今回そうだ、その照明ですごかったのが、あの、まあ、基本的に全部ろうそくの火なんで、そのろうそくの揺らぎみたいなものを全部打ち込んで、あの作ったんですよね、 DMX で。犬丸の後ろの金屏風のところのゆらゆらっていう光の動きとかもすごく綺麗だったんで、
それはやっててすごく楽しかったですね。板1枚巻き、コマ撮りだからキメのカットはすごく作りやすいって言ったら変だけど追い込めるのはありますね。はい。で実際そのなんだろう、実写で撮るときには入れない位置にライトが入れられたりもするの で1コマずつ動かせるんで、なんだろう、実写だと追い込めないところは追い込めたりもします。特にアクションの方はシルエットが見えるってかっこいいから、そこは狙いたいなとは思ってたんで、ただそれが一コマずつだとやりやすいっていう、照明でこう出てくるその木肌感みたいな、彫った感じとか感触とかっていうのはやっぱ通ったからこそのものは出てるなと思うし、それがあんだけ激しく動いてるっていうのは、コマ撮りでしかないですよね。と撮っててすごい思ったのは、口が上下にパカパカ犬丸なんか動いてるだけなんですけど、ものすごい表情ありますよね。その彫ったこの面の形でちょっとした動きでこんなに表情つくのかなっていうのは思いましたし、それは撮ってて面白かったですね。ちょっとしたこうカメラの位置で、まあ物が小さいのでカメラちょっと動くだけで相当変わってしまうので、まあ、だいぶ表情が変わるなと思いましたね。悪いんだけどどっか可愛さのあるちっちゃいおじさんっていう意味合いを帯びてましたね。犬丸の面なんかも能面の意識をして作ってるんですけども、まあ、よく能面って同じ顔でも上向いたり下向いたりして表情が変わるんだよっていうのは、まあよく知られてることなんですけども、どうもやっぱりその演者のさんの間では上を向くこういうのね、照らす、ちょっと下を向けるの曇らすっていう言葉があるようなんですよ。そこにちゃんと名前がついてるのを知って、ああそこまでちゃんと狙ってやってんだなって知ったんですよね。イク君が書いてたコンテで、どこだったかな、ジンゴローかーって言ってるカットが実はねちょっと劇画調の絵なんだけども、目ん玉がひんむいててね、とっても面白いっていうかおかしい、よかったんです、よかったっていうかちょっとね衝撃的な、あこの表情とか出るといいよな、怖くなっても驚いたりするとこう可愛らしいみたいな感じをなんかちょっと出せるといいなって思いながらも作ってたんですけど、あそうだ、そうすると目玉がこう引っ込む出てくる引っ込む出てくるっていうのがちょっとできる構造になってるんですよ。ヌーマルは工業製品というか武器で最終ジンゴロウを圧倒しようとするというところの設定にするとロボになって、でしかもなんかこの常に台の上に座ってるからロボ作ってくれた竹内さんとかといろいろ話してて、台自体が変形してロボになれるのではみたいなところで、それも本当にやりながら生まれてった感じなので、なんとなくイメージは描いたりしたんですけど、最終のこのロボのデザインみたいなのはなんか特にないって感じですね。これ一人でアニメートは無理だな。ほんのちょびっとだけ。こっちの方が操作あれですもんね。そう、やりやすいから。うん、一応このカットは犬丸がフレームアウトするところまでっていう感じで、一応もうそこまでは撮ったんですけど、なんかもうちょっとこの中の機械の部分が見えてくると美味しいかなと思って。でもここまで使いたいじゃないですか。あの中身かっこいいから、まあここ多分ちょっと画面揺らしたいですね。なんかそうな、ちょっとそういうのがゴゴゴゴゴゴゴってなるなら、ここはちょっと引っ張り系のエディットって思っとけばありなのかもしれない。まあ、ともかく絵は動きもいいと思いました。まあ、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。
実は半日くらい押しているぞということがあり、の間に合わなかったらやらないカットを入れ込めるかどうかというのがかかっています。ちょっともう一度夢を見てみようということで入れてみていますが、まあ、進捗次第でもしかしたら夢は夢なのかもしれないんですけど時間を取って午前中に戻してもらうでもいい止めるじゃなくて戻すならできるかもって無理って絶対無理だ。チェーンソー自体がすごく重いので動かすのにめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。普通の人形の2体分くらいはかかって、でかつそこにはその奇跡が入ってきたんですけど、奇跡がすっごいクセモノでかっこいい感じに見せるためにはこうなんかほんと毎フレームごとにこう何ていうんですかね、嘘をついていかないといけなくて、アニメーションだけではなくて他のいろんなところのセッティングもかなりやっぱみんな気合い入れてやったがゆえに各所で時間がかかって、 A ステージ、 B ステージも、すいません、 B ステージの最後の行きましょう、行きましょう。あと小川さん、そっちの手のアングルなるべくどうやったらこのコマ撮りで見たことないアクションできるかねみたいな相談をしつつ、人形でもそうやってこうみんなが持ってこうパス回し合いながら、アニメーター視点で足しながら強化しながらアップグレードしながら実際の撮影に臨んでったっていう、だからもう全てのステップでこうどんどん作品が良くなっていくっていうのも目の当たりにできたので、これはもう本当ディレクター冥利に尽きるというか、やってる本人たちも超楽しいし、上がってきたのを見てみんなで驚けるって、おーすげーみたいなっていう、こう結構幸せな撮影現場でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。カラブタイトル、はい、そうだそうだ、落ち着け落ち着け、まだ待って、カラブタイトルまでが撮影ですよ。まあ、本当に実際こう映像を見ながら、例えばジンゴロだったら足音を本当に私が合わせて撮るんですよね。アクションシーンとかも全部それに動きに合わせてという感じで、動きが途切れないというか、ちゃんと生きてるんですよね。だからなんて言うでしょう、実写で人間の動きだとなんとなく次の動作が読めるんですよね。やっぱりその感情に合わせてこう動いてるわけなので、なんですけども、まあ、アニメーションとかだと大体まあその辺のところまでなかなかそこ表現されないので、どうしてもこうなんか次の動きが見えなかったりするんですけど、なんかこのジンゴロに関しては何でしょうね、そういうこの動きが本当にこう細かいというか、やっぱだからそう生きてるのかなっていう感じがするっていうか、まあ、それ実際動いてみて分かったというところなんですけど、こちらこそ超地味なSE が大好きなのに、地味な地味ところですか。いや、前編のからくり最高なんですけど、はい、ジンゴロ全員ぶった切った後の、はい、犬間にお前何者だって言われて、はい、ジンゴロが腕見るときに、はいはい、床きしむんですよ。ああ、実は監修移動で、ああ、嬉しいです。SE がすごい好きで何者で、俺は右腕をなくしたが、お前は記憶をなくしたか、犬間に。ジンゴロか。切ってところ、ね、そう、ね、どういう体重移動したらなる、なるよね、あの床、あの床はね、描かれてないの床、すごい動いた今。そうなんですよ。実際鳴ってるものじゃなくても実写でこう映像を撮ってたら、なんかこうその俳優さんがこうなんか出してる音みたい なんかこれが難しいです、空気みたいなものが多分そこでこう映像として撮れてると思うんですけど、まあ、そこがそのなんかストップモーションとかアニメーションだと、そこも全てそれなんていうか一から作らなきゃいけないものだと思うんですよね。ただの人形ではなくて実際の人物のもう、まあ、人間っていうところの両方、そのなんていうか気なんだけれどもちゃんと命があるみたいなところ、ジンゴロっていう存在ですよね、をいかにそれを、まあ、音でも、表すかというか。実際僕がもともと書いてたプロットって2時間を見越したちょっと
ものだったりしたんですけど、そのうちの一番美味しいとこだけ3分とか3分5分ぐらいで見せられるパートってどこだろうって言ってコンテとか脚本をカキカキし続けて、結局14校ぐらいまで行ったんですけど、やりたいエッセンスは詰まってる3分、やっぱりアクションが満載で、その見たことないようなストップモーションなんだけどジャパニメーションみたいな。で、まあ、2時間の方ではそこからどうこう人間性を取り戻していくかじゃないですか、こう仲間と再び出会い直したりとか人生を取り戻す旅路みたいな話にしたいなとは思ってるんですけど、多分わかんない、今いろいろまた変え始めてるんで。けだものに戻る、無言の合図でタグしのぎ削り、手ぶらでカッポで店巡り、名人のする色鮮やかに舌鼓打つ微妙に、華やかに飾られた軒下に街のゴミ釣られたら熱気かわし肩もみ、背中に気配見せ出す気、いざとなれば団子の櫛の武器、死に急いでどこへ行くのかね、金に食らい行けば何のため、おいとっとけまだ見ぬ孫の身